遊ぶ戦略があるからと誘いを断ること、いじめとハラスメントになる模様に疑問の声。内容はこちら。小学校から来たプリントに書いてあった指導方針に疑問の声が起きているようです。では猫猫バンバンズさんのツイートより内容を見てみましょう。猫猫バンバンズ。 A さんと B さんが前から遊ぶ約束をしてました。そこに C さんが A さんに遊ぼうと誘ったら戦略があると断りました。これはいじめとハラスメントです。小学校から来たプリントに書いていて驚いた。え、これいじめなの？仲間外れでいじめだそうです。うちの子供も習い事で急いで帰ってきたら家の近い友達が置いてかれたと泣いて帰ったらしく、その親がいじめだと学校に電話入れました。学校の教育は一体どうなっているのでしょうか。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。そのくせいじめはなかったとか言うやん。だが本当に深刻ないじめが発生したら見て見ぬふりするんだよな。でもいざいじめを受けてると相談したら揉み消すんだろ。そうですね、旭川いじめ事件と同じように揉み消そうと躍起になるでしょうね。次はこちら。なぜちびちゃんの小学校大丈夫？友達作るなんてこと？約束を破ることの方が問題だと思いますが、まあ誘って戦略があるって言われて寂しくはなるけども、これはいじめではないよな。どう考えてもいじめではありませんよ。次はこちら。戦略キャンセルしてもいじめ？一緒に遊ぼうかでも遊びたくないかもしれないメンツを連れてきたかもしれないのでいじめ。つまり誘われた時点で罪。 C さんが強引に戦略を断らせようとするいじめとハラスメントですね。いやいや、 A さんに断る自由がないのならそれこそがハラスメントだろう。なんかもうめちゃくちゃですね。最後はこちら。ガキがガキ育ててるからややこしくなる。学校は無理に行くとこではなくなったね。先生も親もモンスターだらけだ。は、え、ん、その学校に預けて大丈夫すか？そのプリントを書いた教員が心配です。休ませてカウンセリングを受けさせた方がいいレベルだと思います。教師のレベルが低下しているのでしょうか。結論。友達に遊ぼうと誘われ、その後に別の友達が遊ぼうと言ってきたため先着があるので断るといじめとハラスメントになるって一体どういう論理なのでしょうか。そんなことを子供に教えてしまえば子供は間違った考え方を学んでしまい、子供の成長に悪影響に与えてしまうと思うのですが、ゆるパンダにはこの小学校の指導方針が理解できません。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。